嘘の戦争ですか吉谷さん。まあ銭の戦争はね絶対見てほしいなと思います。きっとですね牛島くんとかね、えー、それからヤメキンドックス南の帝王が琴戦に触れるようでしたら必ずですね喜べるっていうかね感慨深いものがあると思います。まあ考えてみれば草薙剛さんってすごくね うんと色の濃いキャラクターばかりしますねあの特徴のあるキャラクターばかりこの「ゼニの戦争」でも草薙さんで激高してですねブチギレると言いますかねそういう表現が結構出てくるんですよで内側から出てくる情熱をものすごく表現するのが上手なんですよねでその他にもね草薙剛さんのものすごく面白いドラマで「あの人形ヘルパー」ってものがあるんですけどねこれ私大好きで人形ヘルパーに憧れて黄色いポロシャツを買うほどね <laughs> コスプレを得意のコスプレをすするぐらい好きなんですよで私もその当時ねヘルパーをやっていたということもありましてこういうふうに男を貫いていきたいなっていうふうにね考えることが結構ありましたもちろんね極道したいとか人気道導に、えー、どうかっていうわけではないんですけどもやっぱりその弱きを助け強きを挫くじくこの精神っていうのはすごく必要だしその草薙ぎ剛さんが出てくるドラマって基本的に全部ね正直なんですよね これがあの『億万長者合宿の』の中心を貫くテーマでもある正直になりましょうってことです。んかその本来自分が歩みたくない人生を自分で選んでしまっているのにそれを無理やり強いられたというふうに考えていって責任転嫁したりとか自己肯定するというねこれも嘘の一部だと思いますし。 私はですね、べてがあそうだと思うんですよ。うん、全てが嘘、うん。不満のすべては嘘から生まれてると思うんですよねしかも嘘をつき続けて本当にするまでの度胸もないと気概もないのに適度に嘘をついて適度に本当のことを入れ込んでいくねこれ何かというとプロダクトローチといわれる手法の中に出てくる詐欺師と同じなんですよ 嘘ばっかりだとバレるんで、本当のことも混ぜながら、嘘を信じ込ませていくって手法なんですけどもね、うん。今、プロダクトロンチといえば、詐欺の手法に使われてしまったのが非常に残念なんですよ。本来は素晴らしいマーケティングだったんですけどもね、えー。残念残念ということでございます、えー。で、今回ね、動画で何が言いたいかっていうとあの、自分の正直な人生生きてますかってことなんですよ。うん、不本意意と合意するそれはね ある意味突き詰めれれば本当かかもしれません人間ってのはいつか死にます死ぬという事実を無視して希望を抱いたりとか将来に夢を抱いたりとかするこれはね一種の自己矛盾かもしれません、えー、手塚治虫さんも言ってましたあ医者っていうのはね人の命を救うんだとでも救ったところで必ずその命っていうのは失われていくじゃあ何のために医者って存在するんだっていうことに生涯悩んだというのをねブラック・ジャックを通じて私たちに語りかけてくれたんですけども同じですよね 私もね、ビジネスの指導を通じながら、多分私の言ってることはできないだろう。でも、一歩でも二歩でも前に進むために私は今までしっかりとね、一人一人に向き合ってきました。あーそして、お金持ちになった人も実際に多数います。多数いますけども、全体から見るとそんなにね、たくさんではないかなと思います。まあ2018年からですね、かなり8割以上の方がお金を増やしていただいて、その増えたお金が自分の うん賃金の不足分に補えるのかどうか年金の不足分にプラスできるのかどうかっていうところはありますけども基本的に即価塾に参加したことによってお金の心配はなくなったはずなんですようん特にね億万長者がたくさん現れたってわけじゃないですけども月に5万10万程度だったら誰でも増やせてきたっていうことだと思うんですよねでもこれは私の正直な皆さんへの提供にはまだ足りないんですよもっともっとですあの最低月収100万円最低ですよこれ目標金額月収100万じゃないですからね 月収100万っていうのをやっぱりね、えー、足踏み台にしてそれからねやっぱり200万とか300万っていうところに上がっていきたいいただきたいなと思いますで月収が上がるということはどういうことかっていうと多くの人から尊重されてたくさんの人への説得力があってで自分の自由を使いこなして正直でもいられて貢献心もあっていろんな要素が必要になってきます物知りでもあるしスキルアップもできてるし人脈もあるそれが全て集まって 月収ってものがね一つの表現としてあられるんではないかなと思うんですよできっとですねこの放送を見てる方にはその,その能力があると思います、うん、でその能力が十分発揮されてないのはもうねあなたのせいではないんですよあなたのせいではなくてあなたを取り囲んでいるそうさせないようなね圧力によるものなんですよでその圧力が何なのかっていうのは非常に難しいんですけども私が思うのはですねまず一つはあその組織に属しているからだと思います 今いる組織に属していればその組織の中で一番給料をもらっている人って誰ですかねその人以上にもらいたいと思ってももらえないわけなんですよ一平卒ではねということはそこを離れるっていう勇気も必要かもしれませんそれはね正直な気持ちそこを離れたいって思ってる方も多いと思うんですよで吉田さんは離れましたね、えー、いろんなあビハインドがありましたけどもそれを承知して離れましただからこそ意味があると思います今がね でその草薙剛さんの「意の戦争」もある意味それに通っていて誰も信用せずに自分一人でやるって決めた時から人を信用する人それから信用してはならない人っていうのの見分けがすごくつきやすくなってきたっていうふうに私は感じたんですよね。そうなんですよね私たちはバックボーン後ろ盾があると思うとなかなかですねその人を見極める情報を見極める目っていうのが養われないんですけども。 あのもう何ですかね見極める力目利きができなかったら死ぬと思ったらやっぱりね目利きの力ってついていくんですよ私も個人として生きてきてもうかなりなります企業経営者といってもね、えー、特にね参謀がいたわけでもありませんし自力で選択して自力で決断してきましたそうすることによって長いマイナスはありましたけどもそのマイナスも自分で受け入れてきました その傷がですね、その傷が今の私を強くしてるんだと思います。えー、このね、即事故を始めてからというものを、私はね、詐欺案件というものにかかったことがないんですよ、えー。今ではなってはね、そういうふうな詐欺案件を持ってくる人もいなくなりました。で、これは私が正直な気持ちで進んできたからなのかなと思いますし、正直な人とだけ繋がっていきたいと思ったからなのかなもしれません。えー、ですんでね、即可塾の熟成さんをはじめ、私のこの動画を見てる方、 正直な方ばかりだと思います少なくとも正直になりたいと心から熱望している方ばかりだと思うんですよだからきっと私は皆さんがねうまくいく必ずお金的にも自由になっていくということを確信しています正直であることがすべての突破口だと思いますあとは凡事徹底がしたいという運だったら成功するために凡事徹底が必要だと思うんだったらその思いに正直に凡事徹底していただきたいかなと思うんですけどもいかがでしょうかそれでは失礼します